V4 ベンデッタは、アラン・ムーアがストーリーを担当し、デビッド・ロイトがアートを担当した、グラフィックノベル。陰惨な近未来のイギリスの社会を舞台に、全体主義の政府を破壊するために暗躍する一人のアナーキスト・ボルトと、彼に人生を左右される人々の姿を描いている。V4 ベンデッタコミック性描写。V4 ベンデッタは当初、イギリスのコミック雑誌。 ウォリアーに1982年から1985年にかけて白黒の作品として連載された。なお、ムーアの初期の代表作、マーベルマンも同時期に連載されている。V4 ベンデッタというタイトルは編集長のデズスキンがつけたものだという。タイトルは V はベンデッタの V の意味。また主人公のボルトの外見は、 近代的な警察官の制服をもとにしたデザインが予定されていたが、ロイドの発案により現代版のガイホークスという姿になった。シリーズの連載中に、ウォリアーは1985年に廃刊になったものの、1988年に DC コミックスから今までの話がカラーとなって復刊され、さらに残りの話が追加されて、全10巻のミニシリーズとなってストーリーは、 完結を迎えることとなった。現在では2つの短編とともに一冊にまとめられて出版されている。1970年代後期から1980年代にかけてのイギリスでは、前日のマーベルマンやジャジ・ドレッドなど、冷戦やサッチャー首相による強硬な政策の影響から全体主義をテーマにしたコミックが数多く生まれており、当時のイギリス国内の政治情勢は、 ムーアの着想に影響を与えた。コミックのスタイルとしては、ロイドの提案により、オノマトペが一切使用されていない。またムーアがこの作品から使い始めた、緻密に絡み合って進んでいく複数のプロット、様々な象徴が隠されたアートのデザイン、文学からの引用や言葉遊びといった手法は、後の彼の代表作、ウォッチ面でも多分に使われることになる。またボルト、 と、イビーの関係などが、オペラ座の怪人と似ているという指摘もある。ガイホークスの仮面、V4 ベンデッタにおける、近未来のイギリスは、ヨーロッパ大陸における局地的な核戦争の結果、独裁者が政権を得て、国の支配権を掌握した、全体主義国家になっている。その姿は、マスメディアは政府にコントロールされ、街では秘密警察が反体制言動に目を光らせ、 マイノリティや同性愛者がすべて強制収容所へ送られてしまうなど、ナチスドイツのようなファシズム国家を連想させる。また、政府がテクノロジーを駆使して国民の統治を行っている点は、ジョージ・オーエルが1984年で描いたソ連を連想させる社会主義国家に類似していることが指摘されている。このように様々な全体主義の特徴を集約した。 最悪の体制が描かれている。なお、監視カメラは現在と違い、この作品が発表された頃のイギリスではさほど一般的ではなかった。ストーリーの冒頭では、国民たちはすでに体制に従順になっており、マイノリティたちが全員処刑されたことによって、強制収容所も閉鎖されている。しかしテロリスト及びアナーキストである謎の人物、 ボルトがガイホークスの仮面を被って出現する。彼は、その非凡な技能を駆使して、演劇的かつ暴力的に体制を崩壊させようとするのだった。主人公のボルトは、徹底的に謎めいた存在として描かれており、彼の正体や過去は、ほとんど明らかにされない。彼が、超人的な肉体と精神の持ち主で、かつて強制収容所に入れられていたこと、そこで、 人体実験を受けたらしいことなどが話中で、示唆されるものの、いずれも彼の正体を明確にするようなものではない。またストーリーの大半は、ボルトによってではなく、彼の保護を受ける少女イビーや、彼を追う、刑事、腐敗した、政権内の官僚たちの視点を通じて語られていく。またボルトの破壊的な活動は、必ずしも正義とみなされるものではない。 この作品の中心的なテーマは、崇高な目的のためなら、非道な行為も正当化されるのか、というものであり、ボルト自身も単純なスーパーヒーローなどではなく、正当なアナーキズムの推進者及び、無秩序としてのアナーキズムの推進者、そして、ステレオタイプのテロリストといった要素が混在した、キャラクターになっている。ストーリーでは、アルファベットの、V 及び、数字の、5が、 象徴的に使用されている。例えばトマス・ピンチョンの小説、V が登場したり、強制収容所でボルトが入れられていたのが5号室であったり、また、各章のタイトルはすべて V から始まる言葉になっている。ムーアと一時期バンドを組んでいたこともある、モトバウハウスのベーシストのデイビッド・ジェイは、ボルトが作中で歌う曲、ディスビシャス・キャバレーをカバーして、 V4 ベンデッタという EP レコードに収録した。2006年にはナタリー・ポートマン主演による映画版が公開された。監督はジェームズ・マクティーグで、脚本はマトリックスのオシャウスキー兄弟。なお、他の彼の作品の映画化と同様に、ムーアは映画版への関与を映画版の準備段階から一切拒否している。ロイドは映画化に好意的だったという。 ありがとうございます。